とにかくちょっとレベル上げながら行っちゃうか。だってそそ負けねえよな。うん、強い武器逆に他の町で行った方がいいな。今ここでねえ稼いで今の最強やっても意味ないもんな。まあ意味はあるけど。いいね、バギが強い。イールシア最高、好き、愛してるわ。やったぜ。5ゴールド&5経験値か。これちょっとやっぱ幅広めに来た。あ、なんかある、アイテムアイテムアイテム、こういうの大事。なんだろう、てかなんかあるな。下に看板がある。薬草も力の種、力の種ってか落ちてんの。うえー、めっちゃ来る。ポルリーナナイス。バーギ最高、強っ。バギ強えな。レグリス最高、ありがとう。いいね。うん、レベルも何やかに上がっちゃわない。これなんだろう、よいしょっと、なんだろうこれ。レーベ、あー、うん、岬の洞窟。どっちから先行くか。まあ、レーベに行けって話ではあるんだけど、ちょっと待ってよ、思い出。あー、レーベの村に行ってみてくだされ。うん、そうだね、レーベの村に行けっていう話だったんだけど、あんま素直に行きたくねえなみたいな気持ちあるよな。岬の洞窟がなんちゃらかんちゃらって話もあったしな。そっちも行きたいな。コンボ、あー、お鍋の蓋、うん、40、おー、結構いい金あった。なんだい、ちょっと岬の洞窟行ってみてえな。あ、なんかある。砂漠ってなんかちょっと強めのモンスターいいんじゃない。あ、スライムか。あ、まだあれか。あー、強い。お掃除じゃん。スライム掃除機になってんじゃん。強っ。これなんだろう。あ、稽古着。あ、稽古着嬉しいな。銅の剣。あ、いいね。いいじゃん。え、めっちゃいいじゃん。稽古着、これはだって武闘家だもんな。装備できん。あ、ポルリーナだけ装備できんの。まあ、装備しててもらおうか。いいねー、ちゃんと冒険してんな。海ギャギ、うわ、海もまた綺麗だな。てか夕暮れ時がすげえ綺麗。あ、なんか新しいモンスターいる。なんだっけお前、あの、バギ強いな。大アリクイ、アリクイな、いたな、いたな。あれモンスターズにもいたっけな、そういや。あ、レーグリスがレベル5になっちゃったぜ。うん、あ、すーごっ、上がり幅がやっぱなんかでかい気がすんな。ねえ、これどうしよう、入っちゃおうかな。入っちゃえ。入っちゃ、お邪魔します。待って、どっち、こっち、前、岬の洞窟。まだ来るべきじゃない気がすんだけど。来ちゃった。あの、大丈夫かな、これ。リリミットとかないんだけど。大丈夫かな。あー、来た。あ、まあ、でもなんか、勝てそうだな。よいしょ。いけそうだぞ、俺。あ、いける、いける。今の俺たちだったらいけるわ。あ、ちょっとだ、こいつだけ強めだけど。いける、いける。あ、全然いけるわ。臆すことはねえ。ひるむことはねえ。先に進もう。あ、経験値も結構もらえる。やったぜ、俺もレベル上がっちって。レベル4。あ、30レベルの。ああ、結構上がんな。力、体力、素早さ、賢さ。ホイに覚えたね。イールシアもレベル5になったね。いいね。うん、あ、結構上がる。力も結構上がって。うん、終わりくい、何落とす？革の帽子。あ、嬉しい。あ、嬉しい。別に買わなくてもさ、結構揃っちゃうな、これ。こういう洞窟ってどこを見りゃいいんだろうな、アイテムあるかどうか。こういうさ、ドラクエソードの時みたいにこういうさ、石ころみたいなとこにあるのか。ん？なんか音が。なんか、大きなノッポのフル時計がなんか揺れてる感じの音しない？ゴーンゴーン、キンキンコンコンコンって。やーべ。これどこだ？おら、今どこ歩いてんだ？わかんねえぞい。さて、こっちの方行ってないんだけど、なんかあるかね？あ、なんか、ん？場所変わんな。え？バトル中に道具を使うには、バトル中も道具を使う、うん、そうだね。うん、バトルで使いたいものは、そうだね。この説明はさっきもあったの、地下水道。どこの？え？地下水道？あ、これもしかしてさ、城の地下か。めっちゃ知らない魔物出て、あー、でもこいつ知ってる。あれだ。これこそ、モンスターズ3で出てきたな。魔物の群れをやっつけた。
っと待って、一旦待って、こっち来るの一旦待って、もう一個手前の道ちょっと探してきていい？これ正規ルートだな。あー、松明置いてるもんな。松明置いてる道が正規ルートか。お金ザクザク。あ、宝箱。こういうのはやっぱみ、うん、いいね。76ゴールドもった最高。あれ、これまだ来るべきじゃなかったかな。地下水道、俺がなんかデルカダールみたいだなみたいな言ってた、あの地下水道だよなこれ。ちょっと早かった説あんな。まあ、いっか。うん、人それぞれだもんな冒険のあり方は。うん、いや、こいつちょっと硬えな。うん、おっしゃ、オッケー、ありがとう。うん、これでアーレグリスもレベル7ね。いや、これ結構上がってんぞレベル。いいね。やっべえ、レベル上げすぎなのと、あと俺どこ来てんのかよく分からなくなってきちゃった。言われた通り、俺レーナの村だっけ、レーの村じゃない、レーナ、レーナの村だっけ。行けよかったな。うん、こういうところになんかあったりしそうだけどな。ないか。2階に上がってみようか。あ、城だ。うん、覗くもの、あ、条約層いいね。うん、こういうとこに何もないか。そっか、これそうだね、俺が入れねえっつってた場所だわ。うーん、逆から入って、うーん、なるほどね、ここに繋がってたわけか。じゃあ戻ろう。まだまだレベル上がんないよーん。そうそう、上がんなくなっちゃったな。この上一回見てみようか。で、向こう側も見て。あれ、これさ、あれ、俺が目指してた場所ってさ、あれ、あれ、なんか馴染みの塔、あれ、なんか俺いつの間にか目的地ついちゃった。ちょっと待って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 、着くの早い、着くの早い。俺もうちょっと違うところに行く予定だったんだけど、あれ、こっちでもない。じゃあ上に上がってみっか。おいしょっと。草原の祠、え、何ここ。あ、この祠があれだ、旅の扉のあれだ、行ける場所がどのこのの場所だ。12ゴールド。でもここさ、まだ来ない場所じゃないかな。魔物いる、魔物さん いるかな。なんかめっちゃ道が分かれてんな。どこ、え、あ、ここ繋がってた。あ、結果的にまあ良かったかもしんねえな俺。あ、よかった。ちょ、まず村行こうぜ。で、夜なんだよな今。ちょ、もうちょいちょっと周り歩いてこい。あの宿屋に泊まるお金ちょっともったいねえから。ああ、めっちゃくれ。よいしょっと、ちょっとこっちの方調べてこ。なんかある、なんかいい感じのものある。なにこれ、キメラの翼、条約層、ラックの種。ラックの種か。うえー、めっちゃ守るくるねー。す、うえー、うん、よ。ああ、やばいやばいやばい。ポルリーナ、今何が起きた。早すぎて見えなかった。なんか上の方でやるものがあんのかなこれは。あ、まだいけない感じかな。ウェーイ、めっちゃ一角ウサギ来る。まあ、10レベあったら最初のボスは簡単に倒せるでしょ。ああ、他気になるもの結構あんだけどね。とりあえずまあ塔、まあ、この村に入って、あ、レーベの村、レーベの、レーンの村じゃねえもんな、レーベの村な。ん、なんか寝てるやついんな。気になんな、あのマスク男。ん、回復について。あー、宿屋で休むといいですよと。ちょっと待ってくれ。とりあえず全部調べちゃうな。街中の気になったもの全部調べてから行くな。そしてアイテムがねえかなって。アイテムないかなって。あ、なんかある。薬草、うわ、こういうとこにあんだね。岩になんか。おー、なに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 。めっちゃビビった。何が起きたのこれ。ヒューが足元を調べた。あ、やった。動かしてみるべきだな。ビビった、こんなでっかい岩が動くんだと思って。どこまで持ってけんのこれ。防具セットみたいなところに何かあったりとかもしねえな。教会の隣に何かしら置いてあったりもしねえな。なんか寝てるやついいんだよなこいつ。
めっちゃ気になるんだけど、ちょっと一旦待って。ホタルすっげえ綺麗だな。ホタルめっちゃ待ってんな。うわ、こういうとこ絶対なんかあんじゃん。なんもねえじゃん。こういうとこなんかありそうなんだけどな。ありそうだけど何もねえ。いやー、この作品ちょっとつれえな。だってさ、何がどこにあるのかちょっとわかんないじゃん、アイテム。まあでもそれが逆に楽しいのはあるか。うん。だってこういう桶にあったりするかもしんないでしょ、アイテム。うん。樽とか壺にあるかもしれないっていうさ、固定概念が完全に崩れてるからね。まあ何もなきゃ普通に宿で泊まって昼間の街を見て回ろっか。じゃあ、うつらうつら。うつらうつらだね。こんにちは。毎日餌がもらえるお前が羨ましいぜ。俺っちゃそうはいかねえからよ。どんな子供だ。いえ、待って。うん。ひひいんだね。パトリシアちゃんじゃねえよな。え、どういうことなんだ、この子。え、ご飯食べさせてもらえてないってことな。それは辛すぎるけど。違う問題が発展しちゃうけど。勇者として助けるべき人間なんじゃねえか、それは。光のさ、この影の感じもすげえいいな。ああ、一個一個細かっ。みんな分のこの影も全部見えるしね。なんかあれじゃん、あのハウルの動く城のさ、荒地の魔女のなんかね、魔法の効果打ち消した時のあの儀式みたいな。タンラピーナパラピン、タンラピーナパラリピン、ペッペがベーンと。うん。で、これで朝になる。いいね、よし。じゃあちょっと調べちゃうよん。金だと？魔法の鍵か、魔法の鍵が必要なのか。2階に上がるぜ。2階。あー、子供がいる。この子は、こんにちは。いっぱいいっぱいママナやっつけてね。あいつらが僕のパパとママ。うわ、そうなんだ。任してくれよ。コテンパンのギッタンギッタンのボコボコにしてるからな。なんかある？毒消しそう。ありがたくもらってくぜ。いやでも16歳に背負わせるものではもうねえよな。まあドラクエ11とかも全部そうだったけど、やっぱり16歳で背負うには重すぎるよな、この使命感がね。こんにちは。おい、ジョジョン。あれ、街の外で武器や防具を見つけた時はちゃんと感謝して拾ってこ。あれ、全部がそういうわけじゃねえか。事故にあったり魔物に襲われて故郷に帰れなかった奴らのものだったりもするからよ。あ、そういうことなんだ。ところどころに落ちてるのって、てかさ、やっぱこれ女の子じゃんけ。ちょっと待って、性別とかないみたいな言ってたよな。ジョーちゃんって言われてんぜ。だってなんか作戦とか強さで見れる。ルックス B だもんな。ちょっと女の子やんけ。ジョーちゃん言われてたぜ俺。ああ、やっぱそうなのか。あ、そういうことな。女パーティーやんけ。あー、まああれだよな、ちょっと脳内変換しよう。あの女の子にも見られちゃうような男の子っていう設定でいいよな。そういうことにしよう。レーベの村にようこそ。どうも。街の外を歩いているといろんな道具を見つけることがあるだろう。人が食べられる野草が生えてたり、誰かが落としていった荷物だったり、それこそ宝箱だってそうさ。それらは君への天の恵み。見つけたらありがたくいただいておくといい。ありがとうな。でもさっきの話聞いちゃうとな、誰かの遺品の可能性もあるんだな。街の外を出て歩くとき、怪しげな場所には何かあるかもしれない。遠くから見るだけでなく、その場所まで行くことだな。了解。結構いろんな発見があるかもしれないな。こんにちは。道具の中にはたまに服や帽子を売ってる人もいるから、武器と防具のお店以外も見てもらえるように。はーい。ここな。うん、ターバンとか売ってんもんな。あなたは盗賊の鍵って知っていますか？知ってる知ってる。噂ではアリアハンの西の孤島の馴染みの塔に住む老人がその鍵を持っているらしいですよ。強奪したんだよな。この村の南の森にもその当時塔に通じる秘密の通路が隠されているそうなんですが、ちょっと怖いですし行ってみる勇気はないですね。さっき俺そこからここに出てきたんだけどね。本棚になんかある？調べた。力の秘密。力の秘密。何それ？え？大事なもの？道具袋？何これ？使う？あ、そういうこと？
あ、そういうことか。あ、これも、力の種的なあれなんだ。はぁ。あんたらは旅の人かね。ほう、アリアハンから来なさったか。まさかあんたも魔法の玉を探しに来たのではあるまいね。人はなぜ皆、見知らぬ土地へ出て行こうとするのかの。まあ、人間の差がよな。やっぱ知らない土地に思いを馳せるもんさな。あの坊やどの家の子だったかな。この子な、俺っちって言ってるけどな、自分のことまだ入れねえんだ。なるほど。まあ、とりあえずこの町で調べられるものは全部調べた。じゃあ馴染みの塔行っちゃうか。ここに旅の祠ある感じあんだよな。これこれやっぱそうっぽくね。まだ入れんのもんな。これ多分、その、ジレンマの塔じゃなくて、馴染みの塔か。馴染みの塔で、その、鍵を取ったら、いけんだろうね。なんかあったりしない?ここね。なんもねえか。なーんか人がいる。こんにちは。村を出てすぐ西にある小さな木。大きな木。ん?村を出てすぐ西にある大きな木。もう、見てない。なぜか一本だけ妙に立派に育っていてね。もしよかったら見ていきな。おーい。あ、それ見てから行く?あそこにあるやつだね。これ、キメラの翼でどこまで飛んでけるんかな。ま、でもこれだな。あ、調べられる。秘密の場所と呼ばれる隠しマップが存在。よく見ると、周りの景色と少し違う見た目になってるのが特徴。うん。冒険に役立つか。ああ、ゴールが手に入ってる。なるほど。ああ、マップ全部この場所見れないんだ。あ、人がいる。こんにちは。しまった。東の山の中の岩場に荷物を置いてきてしまった。この前は南の洞窟にも脱いだ服を置いてきちゃったし、この忘れっぽさどうしたもんかな。そういうの俺がもらえるからすげえありがてえわ。ありがとな。今なんか宝箱見えたけど、これなんだろう。うん、聖なる内服。うれしい。ちょ待て、これ嬉しいぞ。イールシアに装備できんな。いいね。ゾンビ系に強いよみたいな感じのやつじゃない、なんとなく。あ、あー、草原の、あ、ここも飛べんじゃん。じゃあちょっと東の方見てくるな。ちょっとだけあれだな、パーティーメンバーの方がレベル上がりやすさあるんだな。ラックの種、うれしい。あ、ドロップアイテムあいつを落とすんだ。ラックの種、ここもなんかありさげ、ありさげってなんだ、ありえって言うんだな。毒ガの、あ、いいね。キメラの翼とか、あー、こういうなんだな。うわ、いいな。冒険しがいがあるぜ。あ、でも25ポイント。イールシアレベル8、いいね。あー、結構上がるね。ラリホーを覚えた。まあ、あんまり戦闘でつかねえか。これなんぞ?小さな祠。開くわけがねえ。あー、てかこの BGM もこれドラクエ3からなんだ。オッケー。リレミと覚えた。あ、つえ!リレミと覚えたのつえ。ここ何?ミーティアいる?ミーティア。イザナイの洞窟。これ絶対まだ来ねえな。よーし。ちゃんと、行こうぜ。こっち。草原の方から。あ、待って。あ、こっちじゃなくてよかったから。あ、塔に行ってもよかったやんけー。キメラの翼の無駄遣い。よいしょ、来たわ。ちょっと一旦外出ようぜ。これなんか外側でなんか調べられるもんあったりする。なんかこれも色違くない?あ、いける。なんだろう、ここ。宝箱がある。なんだろう。あ、甲羅の鎧。あ、絶対強いじゃん。え、絶対強いじゃん、こんな。あ、来るべきだな。まあ、ヒーラー色で、うん、つけとくのは、まあ、ベストだよな。まあ、これ鎧なんだけどね、ベストだよな。いいかな。調べられるもん、そんぐらいか。よし、塔入ろうぜ。これ入った場所によって、入り方違うんだ。面白いな。馴染みの、あんまりない塔だけど。ドラゴンの卵、なんか帰ってんな。なんだろう。まあ、こういうところに像がありますよ、ぐらいか。なんだろうね、この像。なんか生まれそうになってんのかな。なんかマスタードラゴンに見えてしょうがないんだけど、天空シリーズじゃねえもんな。何やった?ポルリーナ、お前今何やった?武器吹っ飛んでいかなかった。これ宿か。なんか人がいる。こんにちは。こんなところに宿屋があるなんてね。私も一度は泊まってみたいものじゃ。じゃものじゃって言ったけど、なんかあれ
年齢感じる感じかな。年齢感じる感じってなんか感じが二重になっちゃったけど、どういうお年頃。あ、焚き火があったりする。なんだろう。毒消しそう。毒消しそうはまあまあ嬉しいんじゃねえか。あー、宿屋があるね。うん、街かこれだけか。なんか、うん、こんにちは。なんか人がいる。モテるねえじゃん。夜になっても泊まろうとしねえんだよ。なぜかやたら元気なんだよな。なぜかやたら元気。魔のものなのか。ここなんか泊まったらやべえんじゃねえか。大丈夫かな。一回ぐらい泊まってみる。やばいことになっても。こんにちは。おお、しばらくぶりのお客さんだ。嬉しいな。旅人の宿屋へようこそ。ああ、どうも。じゃあ、ちょっと休むぐらいに。休む。あ、すまん。あ、こういうのできんのね。わ、時間選択できるんだ。4つ。へえ、朝、昼、夕方、夜。この姉ちゃんほんと何者なんだ。こっちの方に上がれるから一旦こっち上がっちゃおうか。よいしょっと。で、大体こっちのパターンが、そうだね。ほら、こうやって、閉ざされてるんだけど、アイテムが、いいアイテムありますよの、その、ブーメラン。ブーメラン、ちょっと待って。よし、お、強っ！あ、強え！え、グループ関係ないんじゃん、ブーメラン。あ、強い。めちゃんこ強い。うん、アイテム関係のものはねえな。あ、これ落ちそうだな。あ、落ちそう。なんか壁が、あ、落ちちゃった、落ちちゃった。あ、ちょっと確かめただけだったのに。ひぃ、やっちゃった。あ、ここか。あ、ここがその場所だったか。やったぜ。やった。おー、なんか俺最初に当たりの方を開いちゃった。やったぜ。近場から行ったら大体だよなとか言ってたら、近場が正解ルートだった。しまってな。ここなんかない？あ、なんかある。あ、ワンパク辞典。ワンパク辞典？何それ？何があかんのそれ？え？性格がワンパクになる本。あ、そんなんあんの？こっちは？ワンパクだと何がいいんだろうな。ちょっとわかんねえから。まあいいや、どうも、こんにちは。おじいちゃん。うん、こっこいこっこい、うん、むにゃむにゃ。はあ、おお、あ、やっと来たようじゃな。あ、そう、はい。あ、ここは行ってくれないんだね。そうか、ヒューガというのか。あ、そうです。わしは幾度となくお前に鍵を渡す夢を見ていた。あれだからな、おじいちゃんも勘違いしてるかもしれないけど、俺男の子なんか、男の子なんだからね、勘違いしないでよね。だからお前にこの盗賊の鍵を渡そう。いや、ありがとう。受け取ってくれるな。もらえたら もらえるもん全部もらっちゃえば。ありがとうよ。じゃーんじゃーん、なんかこの感じ懐かしい。オフライン思い出すな。じゃーんじゃーんの流れ。これを持ってレーベ村の赤い扉の家に行くがよい。あったね、そういや。うん、そこにいる者が次の道を示してくれるはずじゃ。了解。あ、寝ちゃった。なになになに、どうした？ところで、うん、この世界には、うん、そなたの性格を変えてしまうほど影響力のある本が存在する。自己啓発本ってことか。もしそのような本を見つけたら気をつけてよ。了解。あとさ、これちょっとボイスもちろんでかくしていい？行くがよい。はい。わしは夢の続きを見るとしよう。お、よかい。お前枕元になんか、あ、こっくりこっくりむにゃむにゃ。お前なんか枕元になんか入れてない？あ、この世界には鍵のかかった扉がある。盗賊の鍵では赤い扉を開く。おお、うん、キメラの翼やルーラーを使えば今まで、うん、そうだね。うん、まあ楽に移動できますよと。これからちょっと待って、ボイスもうちょい大きくしていい？ちょっとやっぱちっちゃめじゃない？ただいまと。なんか折り方ちょっと怖かったね今。俺の膝砕けそうじゃね。あ、ここ、あ、ここ違うわ。色違う。あ、ここダメなんだ。こっちじゃない。魔法の鍵とかかな、あっちは。こっちは入れるな。お邪魔します。入れたぜ。やったぜ。何がある？ささやきの蜜。何それ？ささやきの蜜って。え？呪文封じ、あー、まあ、大事だね。あ、状態異常も結構多いんだな、今作。アリア繁盛にお勤めして10年。僕もお城の学者になりたかったのに試験に落ちちゃって。受かった人はきっと
頭が冴える本でも読んでいたに違いありませんよ。頭が冴える本。なるほど。頭が良くなる本もあるんだね。そうだね。他に調べられるものはないかな。俺も入れそうじゃない？いけたぜ。さっきまでこれ入らなかったかな。あー、こっちの方になんか知らないかな。ないかな、ないかな、ない、ないな、ないな。こんにちは、学者さん。魔法の玉を使えば旅の扉の封印が解けるそうじゃ。確かレーベの村に魔法の玉の研究をしておった老人がいたと思ったかな。なんか実験失敗したみたいな話聞いたけど、あの話大丈夫なのかな。ここは何もねえか。なんか知らねえかな。調べる。目覚ましリング。あ、これ嬉しいの。待って、左半分なかったぞ。右半分なかったら終わるぜ俺。どこにもねえ、どこにもねえ。今回本棚調べるとかねえんだな、本作。そっか、ちょっと寂しさあるな。あ、でも人と話せばある程度変わるからね。ここだね、ここの家だね。お邪魔しますぜ。うわー、明らかにこれだ。明らかにこれなんだけど、ちょっと周りのアイテムちょっと全部取れるもの取っちゃう。取れるもの、ちょっとここだ。これ賢さの種。あ、嬉しい、それは嬉しい。他なんかないかな。上の方にじいさんいんのかな。あ、いる。こんにちは。あ、対面で喋れないんだ。こんにちは。お、なんじゃお前さんは。なんかじいさんの CV 率高くない？なんかおじいさんだけなんかキャラクターボイス多くない？わしの家には鍵をかけておいたはずじゃが、もしや鍵を持っておるのか。普通に怖えじゃねえか。これ普通に怖くない？いや、あの合鍵を持ってるとかじゃなくて、あの何でも開けられる鍵を持ってるんです、ね、なんと。はい、それは盗賊の鍵。はい、あの持ってきました。馴染みの塔から持ってきました。するとお前さんが、あの勇者オルテガの。そうっす。そうじゃったか。そうなんすよ。であれば、ご存知ありますか。これをお前さんに渡さねばなるまい。魔法の玉。お、やった。こえー、あんま手に持ってたいものではねえな。その玉を使えば、旅の扉への封印が解けるはずじゃ。しっかり旅の支度を整え、この大陸の東にある泉に向かうがよい。了解であります。気をつけて行くのじゃぞ。この先お前さんには多くの困難が待ち受けているじゃろう。大丈夫さ。どんな困難が待ち受けていようと、こちらには美女3人がいるからね。あのオルテガさえもついに帰ってこんかった。そうだね。お前の母も気丈に振る舞ってはいるが、心の奥底では悲しく寂しい思いをしているに違いない。いや、させちゃってるんだろうな。だからこそやっぱ顔はしっかり見せておきたいな。たまには故郷に戻り、母親に元気な顔を見せてやってくれ。分かったよ。いや、だってこうやってる間にもやっぱり、俺のこと考えてくれてるだろうし、夜になったらだってさ、家の前でずっと待ってくれてんじゃん。今日は帰ってくるかなとか言ってさ、あんな姿見たら帰りたくなっちゃうよ。ありがとうよ、おじいちゃん。他なんか調べるものねえかな。ごめんね、これ佐賀なんだ。勇者の佐賀、わかるだろおじいちゃん。ごめんな、オルテガも多分同じことしてた。これでいけるもんな。さっき言っちゃったもんな。小さな祠から言っていい。あっちの鍵が開くや否や、どうなんだろうね。ちょっとやっぱさすがに開かねえよな。あ、開きそう。あ、めっちゃ開きそう。開いた、めっちゃ開いた。なんかトマトみたいなのあるけど、これなんだろう。あ、人がいる。またおじいちゃん。まさかこの人にもボイスあったりすんのかな。おじいちゃんのボイス率高いんだよ。なんかある。キメラの翼ありがてえ。今使ったばっかだから。あ、小さなメダルもあった。預けに来て。なんかある。あ、ムチやブーメランについて書かれた本を見つけた。読んでみよう。ムチ、ブーメランは一度に多くの敵を攻撃できる。ああ、そうだよな。ムチはそのグループに、ブーメランは敵すべてにダメージを与えるであろう。たとえ今より攻撃力が落ちようとも、そちらの方が得という場合もある。考えて使うべし。使っておりますよん。どうも。
お若いの魔法の玉をお持ちかな。持ってるよ。ならばいいじゃないの、洞窟に置きなされ。泉のそばのはずじゃ。ありがとう、おじいちゃん。ちょっと小さなメダル預けていきたいな。行ってんちゃ。ここって入れんのかな。夜にな、入れるね。夜になったら入れたね。お邪魔しますよ。このアリア藩の、なんか詰め所みたいな場所なんだけどね。違うのかな。なんか豪邸っぽいよな。ここいいものありそうだよな。いいものありそう。これなんかある。魔法の潜水ナイス。結構嬉しい。あれ、こんにちは。夜は怖くて、暗くて怖いよ。だから早く眠るの。寝て起きたら朝だもんね。でも寝て起きたら朝を繰り返したら、もういつの間にかおじいちゃんになっちゃうぜ。おじいちゃんかおばあちゃん。あの子、男の子から、あ、でも女の子だな。違うか。いいの。家に帰らなくて、お母さんが心配しているわよ。そうだな。こんな夜更けに何のご用ですかな。ごめんなさい。だってさ、夜更けしかここ入れないやん。これで、メダル、6枚になったね。2枚で、あ、トゲのムチありがてえ。いいね、これ誰か装備してもらおう、トゲのムチと、他にもまだあるよな。革のドレス。え、チェーン、チェーン、革のドレス。まだあるね。あ、ガーターベル。ガーターベルト。あと8枚になったら刃のブームだ。ありがとうございます。あと2つ。頑張って集めてきますよ。ちょっとあの、誰かがこれをつけようじゃないか。セクシーギャルになる。でもな、いや、ちょっとなんかちょっと、いや、この中で誰がっていうのないな。セクシーギャル、イルシア。メインアクセサリー。これ、イルシアがちょっと、セクシーギャルになっちゃった。セクシーギャルになっちゃったセクシーギャルな性格になっちゃった。大丈夫かなこれ。よいしょ。じゃあそしたら行ってみっか。この先に。いや、どこに樽とかあるかわかんないからマジでさ。まあ、大丈夫そうか。うん、大丈夫そうかな。じゃあ行ってみっか。ここに入る。この奥に爆弾設置するってことでしょ怖えよな。あそこか。この人なんか、ボスっぽくない？違う？なんか怪しくない？これ敵か？敵か？敵勢力か？ここはイザナイの洞窟じゃ。じゃが階段は石壁で封じられておる。ぶっ壊します。何これ？なんか、昔のグランゼニス様みたい。ここなんか、ああ、ヒューガーは魔法の玉を壁に仕掛けた。うわぁ、すげえ。なんか封じられ方が本当にな。いや、逃げろ。あ、いいよ。うん、どうだ。うん。うわぁ、ここ崩落しね。大丈夫？うわぁ、よかった。ナンクルなった。今まさに封印は解かれた。解かれた。物理的に。これを授けよう。めっちゃ物理。魔法の玉かっこ物理。あ、世界の地図。うわ、世界に飛び立つ時が来たか。うん。この洞窟を抜けた先には果てしなく広き世界が待っておる。この広いね。お、大空にだね。気をつけていくのじゃぞ。わかったよ。行ってくるよ、おじいちゃん。行ってくるよ。新しい世界に。ああ、封印は解かれた。爆発したんだけどね。俺を倒して前に進め。嫌だよ。絶対に嫌だ。うわ、さっきの邪魔してやる。暴れて、撃って、撃って、イルシアの当たり。これつれえよ。ありがとう。こちらこそ。ありがとう。